やられたらやり返す倍返しだ。施されたら施し返す恩返しだ。初回から名言いただきました。最近ですね、半沢直樹にハマっている子なんです。来ましたよ、倍返しだ。大海賊修羅ひげの超アップ来ました。出現率超アップ。僕はですね、まだこのダブルゼータの修羅ひげ持っていません。ということは、あの強敵のね、カッパちゃんもね、倒せていません。やばいよね。さすがにですね、特殊能力持ちキャラなしでカッパちゃん倒すのはね、無理です。もうプリプリ無理ゲーだよ。さあ確率見ていきましょうか。ダブルゼータ 1.2%、 0.5 から2倍以上 2.5 倍ぐらいに跳ね上がっています。だから修羅ひげ狙うなら今しかない。やっぱり欲しい。さあ転生ガチャいきます。もう今日はね、この日のためにワイポイントね貯めてきました。この気まぐれゲートをね繰り返しやってきました。頼む。僕はねほぼほぼ持ってます。あと持っていないのはサマーラビとシュラダンのみということで、できればシュラダンが欲しい。もう頭の中にはね、もう今日一日朝からずっとね、オフィシャルシュラダンの曲がね繰り返し繰り返し流れている。そしてあの海賊、これ海賊ヒゲダンもね、ヒゲダンシュラダンもよくわかんない。出てほしい。頼むよ、神行きカーモン。僕はね、仮面ライダー電王の時ケータロス、まさかの超アップで初日10連でね神引きしました。だから今回も来るはず。頼むぜ。だからもう止まったらね、修羅団ですよ。さあ頼むぜ、来てほしい。僕のガチャに修羅団は入っているのか。修羅団、ヒゲ団、もうなんかよくわかんない。修羅全然両方違うっていう話もあるね。修羅ヒゲ、修羅ヒゲだ。大海賊修羅ヒゲ、もう何でもいいんです。もうとにかくもう頭の中はヒゲだらけ。ヒゲだらけ、ヒゲだるまです。さあやられた、やり返す、恩返しだ。違う、やられた、倍返しだ。もう何が何だか分かりません。さあコメント欄でもね、10連で出ましたみたいなコメントありました。おっとびっくり、ありました。だから僕もね引きたい。さあ取る。おー、アイテムです。アイテムの方が確率は低いはず。やべえ、今回のイベントねマジやばいんすよね。まさかのさ、カッパちゃん名前は可愛いけどね、むちゃむちゃ強い。あれは無理だわ。どんだけ課金してもねやばいっす。レベル9はやばい。僕はね一応レベル8まで倒しましたけども、8で垂れました。まあ今回ね、ここ今でもやっぱり修羅団狙うならここだよな。もしくは追加キャラのお祭り姫、これがもうすぐ来るんで、まあ週末のね連休、ここでね修羅団一緒に狙っちゃうっていうのもあり。さあ来たよ、安全坊や。安全坊やは神引きフラグ、僕の中ではね。だから特殊能力、これは非常に使える。ピントクールはね、何気にマップでね、Y マネー稼いだりするのに使えるし、やっぱ、なんだかんだ言ってね、特殊能力持ちキャラはね、まあ、使い方にもよるんだけど、非常に使える。まあ、あとね、すごく強キャラをさ、揃えてる人は、特殊能力持ちキャラなくてもいいんですよ。ただね、まあ、初心者の人とかね、強キャラあんまり持っていないっていう人は、やっぱりなんだかんだ言ってね、特殊能力持ちキャラがないとね厳しい。あのポジティブーンでもそうなんですけども、人によってはね交換する必要がない、なくてもいけるっていう人もいるんだけど、なんだかんだ言ってねやっぱりあった方が楽なんですよ。まあ、特にね暴走エンマとか持っていない人はまあいるよね。力を感じるデミス。やべえ、赤ミスか。おかしい、何かがおかしい。やべえ、超アップといってもね何百連ってね爆死する可能性はね十分にある。カーモン、さあヒゲ、ヒゲが欲しい。もう頭の中はヒゲしかありません。さあまさかのね修羅駒がさ海賊、なんで海賊なんだろうね、そこがよくわかんないんだよね。まあ、白駒
がヒゲ、白駒はヒゲはね、まあ100歩譲ってありだとしましょう。まさか海賊になるとはね、思いもよりませんでした。まあ夏だから、まあ季節物っていう感じか。まあもうすぐね海の日来ますけども、海の日に引いた方がいいのか。海の日なんかワンチャンありそうだよね。取れ、赤から来るパターンもあるよね。最近ねえな、ダブルゼータ赤から来るパターン。今金の煙一瞬焦った。さあ来てほしい、頼む。やべえな、もうガチャ回してるとさ、何回回したかもう分かんなくなってくるよね。今回のね気まぐれゲートさ、おっ、これはまさか。今回の気まぐれゲートね、なんだかんだ言ってね、あんまり稼げない。気まぐれゲートって言ったらさ、まあ、昔からプリプリやっている人にとってはなんかね、ワイポイントが稼げるイベント、そういうイメージがあるんだけど、まあ、全然稼げないんだよね。まあこれで修羅ひげ取って、そしてカッパちゃんゲットすると、まあ、獲得ワイポイントアップなんで、まあ、またちょっと世界が変わってくる可能性はあるけども、現状稼げない、この稼げないイベントでワイポイントの消費は厳しい。やばいな今回。だから白ひげはねなかなか出てないんだけど、その他のキャラは結構順調にゲットできました。まあ冷凍おにぎりもね、マジか冷凍おにぎりもね、キラキライオンもね、なかなかいい味出してますよ。取れ、あう、止まってほしい。このターン逃すと、お願いします。マジかー、ダブルダブルタップ、厳しい、マジ厳しいわこれ。やべえ、最近でもダブルゼータをさガチャから引かせるパターンは辛いよね。ダブルゼータが出た頃はさ、マップでさ、まあ強敵枠というかね、で出てきたんだけど、まあ、暴走エンマにしてもね、最近はもうそれやめたよね。アンザボーヤ来ました、フラグは立ちました。いきます、頼むぜ。だから僕としてはね、やっぱり最高レアリティのさキャラはさ、強敵枠として最終目標のねキャラにしてほしいね。やっぱなんかその方がなんか夢があるというか、まあ言ってもね、結局は特殊能力持ちキャラがないとそのまあ強敵も倒せないって、まあ仮にね倒せたとしてもドロップ率が異様に低いので周回できずに、まあ仲間にできない、そう、まあそうなんだけども、でもやっぱりガチャからよりはさ、おー、やったー、やっぱりイベントゲットにしてほしいね。やべえ、やばいよ、 1.2% だよね、超アップしてんだよね。来てほしい、来てほしい。っていうかせめて持っていないキャラが来てほしい。まああとサマーラビしかないんだけどね。何もなしはやめて。おっと今焦った。赤カップから、油断すると赤カップから来るパターンある。ダブルゼータ吠える、超アップ、あーしまった。今もしかしたら今回し時じゃなくて追加キャラを狙えってことか。やべえ、カッパちゃんがねまだ僕はやってきていません。っていうか無理だよ。さあヒゲが見たい、今日はヒゲが見たい、みんな見たいよねヒゲ。さあショルダー、さあ来たよ。さあこの中にシュラダンは入っているのか。カモ、マジか、これはこれはこれは違う、サマーラビではございません。奇跡だよ、カモ、マジか、こっち来るか、超やべえ。さあ確率的にはそろそろ来てもいいんじゃないの。そろそろ来ないといわゆる爆死っていうやつになってしまうよ。お願いします。
感じていきたい。さあ金は2つ。確率とは一体何なんだろうね。僕もね数学やってきましたけども、確率ほど読めないものはありません。特にこのソシャゲのスマホのゲームのガチャほど読めない確率はありません。もう何百連しても出なければいきなりねパッと出てくる時もある。単発でね引いちゃうこともありますよ。わかりません。まあ要するに運だよね、一言で言っちゃえば。しかし今回のイベント本当ね、何なの、昔はさワイポ交換で交換するキャラが結構使えるキャラで、まあ最悪ねそれがあればちょっと課金すればねなんとかなっ、マジかこっちか。昔はねちょっと課金すればなんとかなったんだけど、マジかよく出るね。やっぱ固まってんだよな、よく混ぜろよ。ちょっと振ってみるか固まってんだよ。よしシュレダンカーモン頼むぜ。さあもう使ったワイポ取り戻せねえぞ。これだこれ、赤ビス来るとね悲しくなるわ。マジか、1.2 ってまあ 1.2 か。頼む、そろそろ頼む。ヒゲどうなんだろう。でも結構ね僕のフレンドね持ってるんですよ、ヒゲ。ヒゲセンターに置いてる人が結構いるんだよね。どうやって出すんだろうね、教えてほしい。赤から来る。でも大体今までの経験から言ってね、出るときは金がこうバーッとね4個とか5個とかね、でそれで出るパターンが多い。なかなかこの赤ビスから来るってないよね。やべえ今回のイベント。お願いします。4500。マジかよ、押し来た、頼むよ。金が3つ、ちょっと来たんじゃないの、やっと来たか。しかしもうすでに爆死のモードに入っています。爆死のモード、なんだよその爆死のモードって。入ったかねえよ、金引きするんじゃないの。さあ来てくれ。もうここまで来たらシュラダンを1体どころか 2,3 体引かないともう気が収まりません。俺のガチャにはヒゲがないのか。いやでもさっき混ぜたから。そしてサマーラビも一緒に引きたいよね。さあヒゲ、マジか、これよく出る円田先生。おマジか、特殊能力。ここでこっちカモン、これは違う方だ。マジか、これは厳しい、これは厳しいぞ。来てほしい。これでも超アップしてるよね。お願いします。これはまさか。さあ金はねいい感じになってきました。超アップしてるよね、僕の見間違いではございませんよね。時々さ超アップじゃなくてただの確率アップとかあるからね、やばいよね。 1.2% か、ダブルゼータ恐るべし。時代は変わってきた。さあ A と B しか出ませんけども、今回でもほんと引き悪いよね。なんだかんだ言ってでもここでさ冷凍おにぎりとかさキラキラインを引くならさ、初日のガチャは何だったのみたいなあるよね。だから初日に引くなってことか。取れ、アイテムった、取れ、マジか、これは厳しい、マジか。
これは厳しいぞ、これは厳しいぞ。しかし欲しい、ヒゲはやっぱ欲しいね。お願いします。これはゴールドビスパー。しかし気は一個、演出だと信じたい。カモ、マジか、罠か、頼む。サマーラビと一緒に来て。マジちょっとどうする、ヒゲちゃん。今回またワイポ稼ぎに戻るのか。止まらない、赤から。さあ止まってくれ。マジか、こっちか。これは厳しい。確率的には来てもよくね。さあ頼む、お願いします。苦労して貯めたワイポイント、配布の7000も。赤ビスか、赤ビスから来ることはあるのかい。あまりなんか赤ビスから来た経験がないんだよな。取れ、お願いします。取れ、やべえ、お願いします。俺のガチャには入ってねえのか。 1.2% だろ。もう少し出てもいいような気がするんだけど。あお、マジか、マジか。これでラストにするわ。4500出てほしい。よし、これしコードのビスパー、金は2つ。さあ頼む。ここで安全棒やフラグは立った。さああとはね、もう止まればヒゲですよ多分ね。さあこのガチャにヒゲは入っているのか。またあの120円の課金ガチャも気になるよね。 SS 以上買って。さあ頼む、よいしょっす。マジか、マジか。 笑えてくるわ。まあとりあえずね、またちょっと時間を置いてね、引いてみたいなと思います。さあ皆さんはね、何回ぐらい回しましたか、出ましたか、またねコメント欄で教えてください。やべえ、やられたらやり返せねえ。まだまだ行くぜ。